こんにちは。ニューハーフで歌手を目指す、青木かのんです。なんと、私にも、あの未明さんタグが、ジャクさんから回ってきたので、やりたいと思います。今私がいるところはスタジオです。カメラマンは、トレーナーの人です。では、先生お願いします。1、タイムマシンがあれば、2014年のいつに戻りますか？私が戻るとしたら、1月の大好きなお姉ちゃんとすき焼き食べた日に戻りたいです。2、2014年が終わる前にやっておきたいこと。2014年が終わる前に、もっとダイエット頑張りたいです。3、皆さんにおすすめしたい曲は何ですか？あ、これはやっぱり私ニューハーフなので、中村あたるさんの友達の歌を聴いていただきたいです。4、今年好きなものトップ3。トップ3、じゃあ3番目からいいですか？3番目は、ファミリーマートの肉まん。2番目は、私がいつも愛用しているリップクリーム。メーカーはニベアさんです。1番目は、MacBook です。これがなかったら動画投稿できてないですからね。お、来年挑戦したいことは？来年挑戦したいことは、もっと今よりも活動の幅を広げて、いろいろチャレンジしたいと思っています。カノンさん、このタグを次に回す人を決めてください。次にタグを回す方は、いつもお世話になっている、ランディーなおじさま、ハマさんにしたいと思います。ハマさん、よろしくお願いします。じゃあねー。こんにちは。ニューハーフで歌手を目指す、青木かのんです。定期更新できなくてごめんなさい。すぐに引っ越ししなくちゃいけないことになりまして、今、仕事を残米です。ちょこちょこ視聴者さんから質問のメールをいただいてまして、中にはエロい質問もあって今まで答えてはいなかったんですけど、質問の中に答えられそうなものがあったので、今回それをチョイスしてお答えしたいと思います。なぜ今回質問にお答えしようかと言いますと、このチャンネルの視聴者さんの中にこれから女の子になろうと考えている方が結構多いんですよ。少しでも女体化予備軍さんの力になれたらいいなと思います。今回来た質問はこちらです。初めて女装した時はどんな気持ち？です。今は街中で歩くのも、女子トイレ入ったり更衣室入ったりするのも堂々としてるんですけど、見習い時代はすごいコソコソしてました。昔はね、明るい日中なんて外に出たくなかったし、すれ違う人がいたら必ずこうやって下を向いて歩いてました。でも今思うと少し気にしすぎていたのかなと思う。人って街中にいる他人をそこまで気にしてないんだなということが分かってから、少しだけ前を見て歩けるようになったことを今でも覚えてます。中でも忘れられないエピソードがあって、その時私は見習い時代でボーイッシュな格好をして駅前を歩いていました。そしたらね、駅前で男性に声をかけられて、心の中でやったナンパされたんだなと思ったんだけど、なんとホストのスカウトでした。すっごいショック受けて、その後一人で車椅子用のトイレに駆け込んで大泣きしたのを今でも覚えてます。自分の中だけの自信が一瞬で崩れた、そんな悔しい気持ちでした。私は女性ホルモンを始める前は、毎日自分が理想としている女優さんの写真を見て、私もこんな風になりたいなってずっと自分に言い聞かせていました。他にもお風呂で小顔マッサージしたり、毎日ビタミン C とコラーゲンのドリンク飲んだり、あとは豆乳は欠かせませんでした。少しでも中性的になれるようにってね、少しでも女体化予備軍さんの力になれたらいいよね、こういう話って。
私自身女子力をもっともっと高めたいので、これから女子力アップ動画とか質問に積極的にお答えしたいと思いました。ということで本日は質問にお答えしたというお話でした。皆さんまた次の動画を見てください。じゃんけんタイム、最初はプンプンじゃんけんポン。こんにちは、ニューハーフで歌手を目指す青木香音です。今回この動画で私が体験して感じたことをお話しします。皆さんはいじめられたことがありますでしょうか？私はニューハーフですが、このことに関して学生時代にいじめられたことはないです。本題に入らさせていただきます。私のお母さんはラテン系の血が入った外国人です。小さい頃は全くそのことに関して気にしていなかったのですが、思春期だった中学生の頃にだんだん気になってきました。きっかけは中学2年生の時、中国から来た転校生の子や東南アジアから来た転校生の子が小バカにされているのを目撃してからです。それから怖くなってしまって、私はお母さんの存在を隠すようになりました。授業参観のお手紙を捨てて学校に来させないようにしたり、しばらくこんな感じにごまかし続けたのですが、とうとう保護者会の手紙が見つかってしまって、お母さんが学校に来てしまいました。次の日クラスメートから、お前のお母さん外国人なんだとバレてしまいました。その日は特に何も言われませんでしたが、はあ、私もみんなにバカにされるのかなとすごく不安になりました。そしてマラソン大会の日にすごくショックな出来事がありました。皆さんはこの応援歌を聞いたことがありますでしょうか？おー、日本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 、そうです、サッカー日本代表の応援歌。その応援歌を私のお母さんの国名に変えて全校生徒の前で数十人が歌ったんです。マラソン大会にはお父さんとお母さんが見に来ていて、家に帰ったらお母さんが泣いてました。私は高校生になってからしばらくは保護者会の出席届を出す時、お母さんの名前をありもしない名前に勝手に書き換えて提出していました。高校3年生の頃、友達がハーフの子が外国人と結婚したいんだよねと言い出したんです。私はびっくりして、なんでハーフがいいのと聞きました。そしたら友達がかっこいいし可愛いからいいじゃんと言いました。単純な私はそれを聞いてからお母さんが外国人だっていうことを隠さなくなりました。今思うとニューハーフになった私の一番の味方がお母さんなのに、お母さんを隠したりしていて悪いことしちゃったなぁと思っています。おじいちゃんも外国人で、私は全部で3カ国の血が入っているので、私は何人なんだろう。顔は日本人だと思うんですけどね。これからはこのことでネガティブにならずに前向きにいこうと思います。お腹が空きました。豆腐、メンマ、お好みで海苔の佃煮、大丈夫かな、下にこぼさないかな。やばい、おつゆがめっちゃ垂れそう。あー、めっちゃ形崩れちゃったじゃん。もう私の体内に入るから関係ないか。めっちゃきたね。そこにメンマを入れます。よし、絶対美味しいよね。初めてやるけどちょっとグロテスクだけどね、めっちゃ美味しそう。匂いはいい匂いする。めっちゃ美味しい。あ、美味しいじゃんこれ。いけるいけるいけるよ。あのね、餃子の味に似てる。合うかわからないけど、メンマが入った豆腐に海苔の佃煮入れます。で、結
局混ぜても美味しいと思うよ。好きなもの同士だから。こんな感じになりました。スプーンで食べるべきだったね。入れた方が美味しいかもしれない。メンマのコリコリ感とこの甘じょっぱさがすごい合います。わざわざ動画アップしに YouTube スペースに行くのやだな。パソコンが壊れてなかったらこんなことにならなかったのに。私の食べ物で一番の大好物はすき焼きなんですよ。世界で美味しい食べ物だと思うからさ。で、2番目はチーズかまぼこで、3番目がチーズはんぺん。完食しました。除菌ティッシュ。